はい、こんばんは、マチュピッチュンです。そしたらね、今度は明日のね、準優レースの解説というか、予想していきたいです。準優レースはね、軸がしっかりしてましてね、面白いメンバー構成にしてますね。うん、ちょっと興味が湧く、触手の湧くレースになったんで、あえてこの、なんていうのかな、レースを予想させてもらいました。明日ね、22日、本来ならね、日曜日にこう決勝が来たりするんやけども、まあ、G2 開催の兼ね合いもあったんでしょうね。それでこの福井が、準決勝が月曜日、決勝が火曜日というようなね、ことになったんやと思うんですけど、非常に面白いな、興味深いなっていうことでね、私はこちらの方のレースを、予想させてもらいました。ちょっとね、11レースはね、不安定要素も若干ありながらなんで、こっちの方で硬いなと思いました。はい、そしてチャレンジャーが面白いということで、ちょっと触手が湧きました。というのもね、増木匠海、ちょっと練習不足やって本人言うてたんですけど、まあ昨日あたりの話見たら、練習不足も減ったくりもないかなっていうような感じのレースですよね。153、和田健太郎が、まあ1番増木に和田健太郎、そして五日市誠っていう、そのラインと、297、山田洋平、そして松岡隆久、園田拓海。うん、なかなかの点数上位者が112、109、109、この3人ね、もう110点ぐらいの点数を持った3人がずらっと並ぶということで、非常にまあ面白いんだけども、先頭走る山田洋平が正直言うとその自力型ではないんですよね。バック1回しかかけてへんけど、マクリーのイメージも若干ありながら、ということは三角過ぎてからのマクリーになるんですよね。はい、ということで、それと486、これがまた面白いんですよ。これね、用ないんです、正直言うて。岸田100点ですよ、脇本100点ですよ、藤井優吾97点ですよ、ここ110点ですよ、平均。ここ100点あるかないかですよ、これ。はい、でここのね、1号差に至っても115、112、まあ5日市がちょっと目減りして106やけど、平均で言うと110点ぐらいあるわけですね。110点平均ライン、110点平均ライン。で、ここが100点の10点。競輪の点数で言うたらね、10点。ここのラインいりませんよって僕言うんです、普通。こんなんいりませんよって。そういうことを言うんですけど、なかなかそうは言えへん面白さがあったもんで、今回はこのレースに精進します。頭はね、やっぱりね、90%、95% 言うてもいいと思います。まあ、次です。はい。もう、結論からさっき言います、マスギなんですよ。やっぱりね、2日間の内容を見させてもらっても、マスギは本人が言うてるほど調子悪くないです。ただもがく距離が先行じゃない、なんていうかな、まあ、まくりに近い形なんですよね。だから長い距離かけてないんですよね。うん、つまり練習不足が影響してるのかなと。その分だけ攻め幅がちょっと狭いのかなと。まあこんなんはね、取り返して練習したらつく話なんですよ。今場所に限ってはそういうことやと思います。ほんでね、486の社員のラインの説明してもらうと、まあ、岸田武がね、矢切り日切りに先行すると思うんですよ。そして箱が脇本、そして藤井翔吾。つまり脇本 の弟が、まあ、何やっても文句言われへんラインっていうことなんですね。まあ言ったらラインのフル手の選手がいてないんですよ。110点に近い選手のね、古いやつがおったら構成合わせうるさいんですけど、それがいてないんですよね。はい、だからまあ正直、まあ修士勝負はちょっとそんな言う立場でもポジションでもないんで、滋賀の選手でね、はい、まあ言ったら福井ラインにつかせてもらうっていう前提なんで、でまあ岸田はね、121期生で同い年やけども、多分まあ昔から知ってると思うんです、脇本のこと。そして脇本を今回引っ張る役やぞというようなことやと思うんですよ、はっきり言うたら。はい、ということでこういう形です。
もうね、いちごがちょっと、ひとまくりになると思うんで、まっすぎが硬いと。そしてその和田健太郎もまたなかなかのマーク屋ですね。たまにスカタンかますんやけど、いちご安すぎるやろということで3連単の3人級の、もちろんいちご僕1本でもええと思ってるんですよ。3人級2着に来るのは何か言ったら五日市山田洋平、そしてまあ1号3と並びますかね。五日市はどうしてもいるんで、で山田洋平ラインの先頭走ってますよね。そしてその後ろの、松岡隆久までの1号1・3で、その中にはこの100点のラインは入れてません。カルテットはスカッとまくられたらもうそれで終わりやと僕は思うんで、で穴で、で5以上は抑えです。はい、ちょっと展開のあやでね、逃げざるを得へんような展開になるときは、この子は腹くくんのすごいから、その時には言うたように練習不足をね、口で言うてるんで、その場合裏変える可能性があるんですよ。うん、別にほっときゃ関西ライン近畿ラインが行ってくれるんやけど、どうしても残り一周ちょっと前ぐらいにまだ抑えに来るのが遅かったとか、そういう展開になった時はこういう形になると思います。はい。でもまあ抑えです。こんなところで勝負した勝負はイチゴの頭ですね。で次穴なんですけど、マスギの頭の、山田洋平ね、九州ラインの先頭にいてますから、後ろの5番をさばくという、あるいは普通に切れた場合ね、力のある2番は絶対に追走していきます。ほんでその後ろの、うん、松岡、そして、園田、直線なかなか切れるんでね、そしてそれに初めて8番が登場です。脇本ですね、優儀、ものすごい気合入ってると思います。この近畿3人はいずれにせ、どうしたって脇本を、弟をね、決勝に生かすためのこれ僕は仕組んだ番組やと思うんで、ということで2着に穴で持ってます。そして超穴、ズバリハマった時、近畿ラインが本来ならね、2番の頭から買うと思うんですよ。はい、2番はもがく距離がむっちゃくちゃ短いんです。ちょっと自力のイメージあるんやけど、バック回数がすごい少ないんですよ。うん、私もね調べたんですけど、僕のイメージとちょっと違った、バックライン1回しか切ってないんですね。だから遅めのまくりなんです、まくったとしても。つまり山田よ、九州のちょっと痛いところは追い込み3人の110点と見ていいんですよ。せやからいちごに切り込むしかないんです。はい、それやったら動く近畿ラインで、なおかつ燃えてる脇本、お兄さんと弟っていうラインが組みたいから、うん、だからこう超大穴で立ち流しました。もう魂が入ってるってことですよね。うん、1881って始めしようか思ったけど、立ち流しでやらせてもらいました。明日ね、ぜひとも見てください。よろしくお願いします。